こういう形で診断結果というのが表示されます。点数、ね、そうですね、点数とあとスイングした時のテンポですね。どれぐらいの速さでスイングしたか。これ今プロトタイプ。あ、そうですね、でも、まあ、ほぼほぼ完成に近い。じゃあ普通の携帯をああいうふうに腰につけて、はい、あの記録しておくみたいな感じですか。はい、各、まあ、スイングのフェーズがございまして、はい、アドレスですとか、まあ、バックスイングとかそういうのに対して良かった悪かったっていうのを、まあ、あの一目で分かるように色で緑と黄色赤で、あの分かるようにしています。オレンジだと良かったところもあるし悪かったところもある。赤だともう全てちょっと NG ですねっていうような。これさらになんかタッチすると見えそうですね。でまずじゃ例としてトップで、まあ、トップについては4項目チェックするところがあるんですけども、そのうちの1個前傾角度が NG でした。何がいけなかったかっていうと、前傾角度のよりいい線が見るんじゃないのというような適正角度に対してちょっと前傾角度が深かったということが分かる。でそれを、まあ、どう直していけばいいのかっていうアドバイスとして、ちょっと浮き上がってんじゃないかな。練習方法なんかも含めてですね、この画像を使って、まあ、分かりやすく説明している。とりあえずはなんか自分の悪い癖を。そうですね、このアドバイス内容とか診断内容なんかも江連忠さんっていうあのティーチングプロですね、あの上田桃子さんとか諸見里さんとかを育てていらっしゃるプロのコーチなんですけど、その方から監修いただいて、まあ、こういうアドバイスも提供していると。これは、富士通の何の技術を使っていらっしゃるんですか。ですね、富士通のこのセンサーの解析技術ですね。センサー自体はもう買ってくればすぐに使えるものなんですけども、それをいかに使うか、活用するかというところで、そこを富士通としては力を入れていこうとしている。この加速度センサーと地磁気センサーというものを今回使ったんですけども、加速度センサーって今まであの歩数計とかあと活動量計とかに活用してました。で地磁気センサーは、ね、方位を分かるためのセンサーなんですけど、通常であればあの地図のヘッドアップとかヘディングアップですね、自分の向いてる方を上にとかって使うのが普通なんですけど、まあ、今回はそれをあのジャイロスコープ、ジャイロセンサーのようなセンサーとして使い方を変えてですね、あの回転運動を検出するようにしてます。でそうするとこの加速度センサーの移動量ですとか地面にグラウンドこの重力に対してどれだけ傾いてるかとかそういうのが分かるんですけど、あとは地磁気センサーで回転が分かるので 3D の動きがちゃんと見えてくると